ボビーの家で。ハリーがポビーに歌を教えています。プラララララ、プラララララ、プラララララララ。うわハリーすごく上手だね。さあ今度はポピーが歌うんだよ。僕の番？僕がやった通りやればよ。さあ立て立って。うん、はい、せーの。ちょっと待って。あ、そうだ。ララ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 ラ。ボビー全然違うじゃない。フラララララ、ラララララ。さ、真似して。うん、フラララララ、フラララララ。どうかな。うん、じゃあもう一回。ボビーにはこの歌はちょっと難しいみたいですね。違う違う。ボビー最初からもう一回歌ってみて。ハリー、うん、続きは出かけてきてからでもいいかい？うん、いいよ。じゃあ帰ってきたらもう一回だよ。うん、わかった。ホビーはどこに行くのでしょう？どうやるんだったっけ？フラララララ、フラララララ。ホビー！こんにちは。あ、ペティ、こんにちは。今踊りの練習してたでしょ？何の歌？踊ってないよ。じゃあ、ペティまたね。じゃあね。はい。うん？フラララララ、フラララララ。ホビー！うん、はじいて。ハリー、おはよう。あ、ちょうどよかった。僕が歌を歌ってあげるね。歌？ねえ、ポビーはどこにいるの？ポビー？出かけたよ。すぐ帰ってくるって。とにかく歌おう。フラララララ、フラララララ、フラララララ。それじゃあお次の曲は？ハリー、僕そろそろ帰るよ。次の曲はもっといい曲なのに。ボビー、あ、やあ。やあ、二人ともちょうどいいところに来てくれたね。僕が歌ってあげる。そうだ、ルーピーが遊びにおいでって。ルーピーの家？やったー。でも、ポビーはどこにいるの？ポビー？すぐ帰ってくるって言ったんだよね。うん、そう。もしかしたら、もうルーピーの家に行ってるのかも。そうだね。よし、行ってみよう。みんな来たのね。さあ、入って。いらっしゃい。おいしいご飯を作ってるところなの。少し待ってて。ねえねえ、ポピー来てない？ポピー来てないわ。来てないんだ。一体どこに行ったんだろう。ポピー、さっき会ったよ。本当に？どこで？森の小道で会ったけど、走って逃げていったわ。逃げていったって？ハリーはポピーが自分のせいで家を出ていったと思ったようです。みんなはポビーを探しに飛び出しました。よっしゃ。うわぁ、大きいな。よっしゃ、そろそろ帰ろうかな。フラララララ、フラララララ。ん？ポビー！やあ、みんな。ここにいたんだ。よかった、間に合って。ん？ごめんね、ポビー。どうしたんだい？僕がいっぱい怒ったから家出ちゃったんでしょ？え？僕、魚釣りに来ただけなんだけど。いっぱい釣れたからみんなで食べようよ。よかった。今日のご飯、焼き魚です。おいしそう。ポロロたちはポビーが釣った魚を美味しく食べました。あ、楽しい歌を歌ってあげる。楽しい歌？今日ハリーに教えてもらったんだ。あの歌？あ、いいよ。1、2、3、4。フラララララ、フラララララ、フラララララララ、フラララララ、フラララララ、フラララ。ホビーとハリーは本当に仲がいいですね。
風のいたずら。今日は強い風が吹いています。ポロロたちはたこ揚げをしていますね。おお、あれ、へへ、やっぱり僕のタコはかっこいいな。ふん、僕の方がもっとかっこいいもんね。じゃあ勝負しよう。いいよ。なあ、おはよう、みんなここにいたの。タコ揚げしてるの？うん。どこ？あれがポビーのタコね。エリーのタコね。素敵。タコ揚げもうまいのね。このくらい簡単さ。よし。あ、パララのタコだ。パララのタコも素敵よ。当たり前だろ。何するんだ。え、何もしてないよ。僕のタコの邪魔をしてるじゃん。何言ってるの。僕動いてないよ。何もしてない。あ、本当に。ん、あ、ポロロこそ何するんだよ。僕何もしてないよ。あれ、じゃあどうして。風だよ。風が吹いたり止んだりしてるからだよ。ん、また始まったよ。なんだタコが絡まっちゃった。おっと、タコの糸が切れて飛んでいってしまいました。今度はルーピーの帽子が風に飛ばされてしまいました。木に引っかかっちゃった。クラクラ。ルーピー心配するなよ。僕が取ってきてあげるよ。あれが取れるの？ヒーローエディ、ラディー、パッパラパーン。まずは足を、次は腕を、よし、行くぞ。これくらいで驚くなよ。ここ渡って帽子取ってくればいいんだろ。よし、1、2、1、2。なんでこんなに揺れるんだ。これじゃいけないぞ。危なかった。自信満々だったくせに。僕がやってみる。さあ、1、2、1、2。ポビー、気をつけて。さすがポビーだね。僕にもできるってば。本当に。本当だよ。いくぞ、1、2、3、4。ケイディ危ないよ。エディ、悪いけど後ろに下がってくれない？よし。あれ、ボビー、今助けるよ。エディ、もう大丈夫だよ。下を見て。助かった。大変。ポロロ、ありがとう。どういたしまして。ポビー、ありがとう。二人とも無事でよかったよ。無事でよかった。ごめん、よし。助かった。よかった。みんな大丈夫？みんな無事でよかった。私の帽子。ルーピー、よかったね。またルーピーの帽子が飛ばされました。風もいたずらが好きみたいですね。
ペティとニャオ。ポロロたちがペティの家に集まっています。何をしているのでしょう。お姫様は深い眠りに落ちてしまいました。そしてお姫様の後ろには魔女が飛んできていました。どうしよう。その時勇敢なドラゴンが現れ魔女をやっつけました。やった魔女は逃げてお姫様は無事に夜を過ごせました。おしまい。あ、面白かった。そういえばトントンも来るって言ってたのにまだ来てないわね。そうだね、うん、トントンも遊びに来るようですね。今は何をしているのでしょう。魔法の本、魔法の材料。あ、魔法の杖は？あ、あそこにあったんだ。にゃおー。ん？悪いけど、そこの魔法の杖を取ってくれない？あー、めんどくさいな。これでしょ？あ？チクタク、チクタク。よしよし。えい！なお！どうしたんだ？まさか。にゃおー。にゃおー。魔法の杖はまだなのかな。今行くってば。あ、ちょっと待っててね。待つもんか。待て。もう元に戻せばいいんだろ。待て。まったく、早くちょうだい。あ、何やってるの。にゃお。ごめん、にゃおが逃げるもんだから。早く魔法の杖を渡しなさい。はい、どうぞ。気をつけてよ。はい。ところでトントン、どこ行くの？うん、ペティの家に遊びに行くんだ。ペティ？ああ、あの可愛い子か。トントン、僕も連れてってよ。ダメ、ニャオはおとなしくできないだろ。いいよ、絶対ついてっちゃうんだから。何をする気だ。あ、何の音だ。あれ、ニャオはどこ？遊びにでも行ったのかな。クリクリトントントン、クリクリトントントン、かまれ。さあ、行くぞ。よし、今だ。いや、やった、成功だ。ニャオはこっそりトントンについていきました。ペティの家だ。さあ、着地するよ。トントンが来たよ。みんなおはよう。お尻は大丈夫かい？あれ、何これ。クランクラン。え、これは、ああ、ニャオだろう。出てこい。ニャオ。バレちゃったか。うちのぬいぐるみなんだ。こっそりついてきたらしい。危ないことはダメだろ、ニャオ。ごめんよ。こんにちは。また会えてとっても嬉しいわ、ニャオくん。あら、ここ破れてる。ほんとだ。うわ。ペティはニャオの腕を直してあげました。いいわ、動いてみて。わあ、完璧。ありがとう、ペティ。よかったね。リンゴを持ってきたの。うわー、美味しそう。あ、くらー。にゃー。なに？にゃお、もうそろそろ帰る時間だよ。もう？もっと遊びたいのに。トントン。ニャオ、もらっちゃダメ。ニャオ、ダメじゃないけど、わがままだから迷惑をかけちゃうよ。大丈夫よ。ニャオ、クロンと仲良くするよね。ニャオ。いいよ。でも困ったらすぐに行って迎えに来るから。うん、わかった。ニャオ。じゃあね、みんな、また遊びに来るよ。ニャオ、ペティの言うこと聞くんだよ。わかってる。トントン、バイバイ。バイバイ。ニャオはペティと一緒に住むことになりました。よかったですね、ニャオ。おとなしくしていないとダメですよ。ニャオ。よいしょ。
いたずら好きなニャオ。青い空に気球が現れました。ああ、エディが乗っていますね。かっこいいだろ。ロディ、これ作ったの誰？エディが作ったんだ。私たちも乗せてくれない？乗せるか。いいよ、みんな乗って。さあ、出発するぞ。うわー、浮かび上がってる。どこに行こうか。あ、トントンの家に行ってみない？うん、それいいね。了解、レッツゴー。ポロロたちはトントンの家に向かいました。トントンは今何をしているのでしょう。クリクリトントントン、クリクリトントントン、かわいい。何？虎に変身させてくれるって言ったのに。ああ、この魔法は松の杖じゃないとダメなんだ。どこ行くの？松の杖を作ってくるよ。戻るまでおとなしくしてて。わかったよ。やった、出て行った。やん、行って。壊れた柱時計さん、遊ぼうよ。私は壊れていない。それからトントンがおとなしくしていろって。大丈夫、トントンなんてちっとも怖くないんだから。私は遊ばない、一人でご自由に。あー、一緒に遊ぼうよ。そうしないと、そうしないと。こうしないと。やめろ。このいたずら猫、逃げなきゃ。止まれ、待ちなさい。あ、あそこがトントンの家だよ。着陸するぞ。ニュ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 、ビルビルビー。待ちなさい。よいしょ。わあ、逃げなきゃ。待て。よっ。こら。ニャー。私の針に触れるなんて許さないぞ。ちょっと待って。そんな怖い顔するなよ。うわー、痛い。捕まえた。あ、ごめんねば。許さない。あれ、いないのかな。中に入って待ってよよ。あれ柱時計が倒れてるよ。よいしょ。壊れてないみたいだね。あら、ぬいぐるみが落ちてる。やだ、ほこりだらけ。でもとってもかわいい猫さんね。かわいいって言われた。ここにいてね。どこに行くつもりだ。僕、あの子に恋しちゃったみたい。何？恋？ペティ、これ見て。うん？ペティって言うんだ。テン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 テリリン、テンテン。トントン、遊びに来たよ。おはよう。おはよう、みんな来てたんだ。え、なんで散らかってるんだ？ん？ニャオ、おとなしく。ニャオ、トントン。外で遊ばない？わかった。にゃお、ちゃんと掃除しといてよ。もちろんさ。鼻つめもいいよね。これは何の花だろう。わかんない。あ、きれい。いい香り。ペティ。まったく。ポロロと仲間たちは楽しく遊びました。やがて日が暮れ、夕方になりました。そろそろ帰ろっか。帰る？ダメだ。またね。トントン、じゃあね。バイバイ。バイバイ、楽しかったよ。お、なにこれ。トントンの家にあったぬいぐるみじゃん。トントン、これトントンのじゃない？うん、僕のだよ。なんでここに。受け取ってよ。みゃー。よいしょっと。ありがとう。トントン、バイバイ。バイバイ。ペティ。あれ、ペティの名前どうして知ってるんだい？ニャオはペティに恋をしたみたいです。でも、ペティとはしばらくお別れ。また会えるといいですね。
エディとロディ。よく晴れた日です。エディとロディが外で遊んでいます。よし、ロディ。何？ボールをこっちに投げて。うん、わかった。えい、よし。ふっ、お、ロディ。何？キャッチボールやらない？キャッチボール。そうだよ、ほら。うん、僕がボールを投げるからそれでキャッチして。これで。うん、わかったよ。準備はいいかい？いいよ。さあ、行くよ。じゃあ、初めてのキャッチボール、まだうまく取れないようですね。気をつけろよ。ボールこっちに投げて。うん、じゃあ。よし、今度はちゃんと取るんだぞ。行くよ。お、だから気をつけろってば。さ、こっちにボールちょうだい。わかった。あ、待って。ボールを転がさずに思いっきり投げてみてよ。思いっきり。そう、思いっきりだ。わかった。さあ、行くよ。え、ロディ、ちゃんと相手に向かって投げなくっちゃ。こうやってさ。わ、エディかっこいい。そうやるんだね。うん、僕のようにね。じゃあ思いっきり投げて。うん、いやー、行くよ。うわー、エディ。何してるの？ロディとキャッチボールやってたんだ。キャッチボール？キャッチボール、面白そう。僕にもやらせて。ロディにやられちゃうぞ。はい、じゃあこれ。あ、やった。ロディ、僕が投げるから取ってみて。わかった。やっと取ったよ。はい、取った。よし。ロディ、すごく上手。そうね。それ、待って待って。ロディのボールを僕が打ってみるよ。ボールを打つ。よし、ロディ、投げて。わかった、行くよ。よし。いいぞ。自信たっぷりだったのにね。くそ。よし、僕の本気を見せてやる。ロディ、さあ投げて。また。わかった、行くよ。あれ、へえ、ほら見てだろ。あれ、ボールはどこ？うわ、エディ、大丈夫かい？見てろ、今度こそ本気を見せてやる。ロディ、投げて。よし、ロディ、思いっきり投げて。思いっきり。そうだ、思いっきり投げて。全部打ってやるからな。わかった。ロディは思いっきりボールを投げました。なんとボールはエディの鼻に。エディ、大丈夫か？大丈夫。だからちゃんと投げろって。ロディ、今度は僕が投げてあげるから打ってみて。僕がこれで打つの？そうだよ。当たっても知らないぞ。えい、やっ、やっ、嘘だろう。よし、まだだ、打ってみろ。また、わかったよ。いくぞ。やっ、へっ、やっ、ほっ、はっ。よし、今度は3連続だ。はっ、ふっ、ふっ、やっ、はい、いえ、ふっ、ロディさん。エディ、もう一回やろう。また、ちょっと待って、逃げろ。あれ、野球の代わりに鬼ごっこが始まりました。エディがいてロディは幸せそうですね。
赤ずきんペティ。あるところに赤いずきんをかぶったペンギンペティが住んでいました。よいしょ。うわー、いい感じ。では、どう、おいしい？おいしいわ。あれ、窓の外から誰か覗いてますね。僕はパイが世界で一番好きなんだ。想像するだけでもうたまらないな。パイってそんなおいしい？もちろんさ。どこへ行くの？おじさんの家に行くのよ。パイがね、大好きなんだって。パイを持って出かける？これはいいぞ。盗んで食べちゃおう。じゃあ、行ってくるね。気をつけて行ってきてね。うん。あれ？警察だ。失礼します。すいません、こいつらを見ませんでしたか？見たことないわ。悪い泥棒なので見かけたらご連絡ください。助かった。行ってきます。気をつけてね。あ、僕たちも行こう。ねねねねね、ここに隠れよう。ああ、わかった。ルンダルンダルンルン。うわー、きれい。うわー、いい香り。あ、ここにもきれいなお花が。こっちも素敵。こんにちは。こんにちは。ね、大丈夫？大丈夫。君はどこ行くの？このパイを山の向こうのおじさんに届けに行くところなの。おじさん？ああ、おじさんにお花をあげれば？きっと喜ぶと思うよ。これは僕が持っててあげるから積んでおいでよ。そうね、うん、お願いするわ。成功だぜ。待って、お味はどうかな。待って、僕が先だよ。僕が言ったんだ。みんな、どこにいるの？ここにいる。お花摘み終わったわ。ありがとう。もう行くわね。さよなら。じゃなくて、追いかけるぞ。泥棒たちはペティのおじさんの家に先回りしました。ここがおじさんの家だね。すみません。どなた？おじさんに会いに来たものです。おじさんって言ってもすごく小さいね。よいしょ。少し待ってて。そんな時間はないぞ。戻ったよ。ペティのおじさんが帰ってきました。パピー、この人たちお客さんだよ。お客さん？どなたでしょう？それパピーおじさん。お、ペティ来たのかい？どうも。あら？あなたたち。お掃除を手伝うために来たんだって。本当にいい子たちね。どうしたんですか？すみません、こいつらを見ませんでしたか？あ、この子たち今家の中にいるよ。動くな泥棒たち。待って、この子たち泥棒じゃありません。泥棒じゃない。バスケットも持ってくれたし、ここの掃除も手伝ってくれたし、いい子たちなんて。そうそう。さあ、それより、みんな手作りパイはいかが？うわー、おいしそう。みんな喜んでペティが作ったパイを食べました。ところが、まだまだあるからたくさん召し上がれ。みんなペティのパイの味にたまらず逃げ出してしまいました。今度はもっと美味しくできるといいですね、ペティ。